ただいまご紹介を受けました神奈川大学の田島和夫です。本日は今紹介がございましたように酸素乳化法による高粘度油剤の乳化および微粒子分散という題目について講演させていただきます。内容としましてはここに示してありますように1番から5番順にお話ししたいと思います。でまず最初にこの酸素乳化法というのはすでに2017年の JST でお話申し上げてありますけれども、今回この2番3番の話をする上において非常に基礎となります、大事なものですので、ここでちょっと簡単に復習した上で2番3番のお話をしたいと思います。では次で、私どもが手がけている問題はこの水と油を分散させるような乳化系、あるいはそこに固体微粒子が分散するというような経緯でして、この産業分野における機材として広く関心が持たれております。そして現在ではそういうような物質は医薬農薬洗浄、あるいはその他食品印刷インクとか、あるいはエレクトロニクスの材料開発などに広く広範囲に使われております。そして現在は大半がこの界面活性剤によってその用途が使われているわけです。しかしそこにはいくつかの問題点が今発生しております。それが今日ここでお話しする問題点で、高粘度油剤とか、あるいはそれの微粒子が分散しているような時には従来の界面活性剤法ではなかなか乳化分散が安定にできないというような問題がございます。その他に植物油とかシリコンとかタンパク質、あるいは医薬農薬のように機能性油剤になってくると従来の活性剤ではなかなか安定な乳化ができないということです。また、こういうだったんですね。それからさらに最近では、乳化物を肌につけるようなとき、特に化粧品のようなときには、界面を活性剤を含まないような乳化物がいいんだというようなことが求められております。そのような背景で、界面活性剤が含まれていない、界面活性剤フリーの乳化法というのを我々は開発しました。それが酸素乳化です。その特徴を示しますと、今ここに示しましたように、従来の界面活性剤では、例えばこの鉱物油、軽油とか A 重油のもの、半分、半々のボリューム比ですが、それを乳化しようとすると、界面活性剤でやりますと、作った時は非常に安定に乳化できるんですが、それが比率が経ちますと、このように、総分量を起こしてまいります。それに対して我々が開発した酸素乳化法は、同じような組成であっても、このように非常に安定だ。いうことでございます。ではなぜそういうことが起こるのかということを界面熱力学による界面エネルギーという観点からその違いをお話し申し上げます。例えば界面活性剤やピッカリング法というのは、例えば界面活性剤ですと界面張力の低下ということが基本的に必要となりますし、またピッカリング法というのはその濡れ角、このコントロールによって行われております。そのような物質系の変化を、これを質量変数型の乳化、こういうふうにまとめて考えることができます。これに関して、それに対して、界面物質に依存しない乳化法というのが、我々が提案している酸素乳化法です。これは、その乳化する系の物質量によって、この乳化が行われるというので、質量変数型の乳化法というふうに呼ぶことにしております。で、これをもう少し分かりやすい言い方で言いますと、例えば、界面活性剤の乳化というのは、よくご存知の通り、界面活性剤っていうのは、水の中に溶かして初めて機能を発揮するので、重毒素です。そして溶け出た活性剤が、油水界面とか、あるいは保液界面に急脱着を起こして、動的平衡の下でいろいろな現象を起こすということがよく知られております。で、水に溶けるということから、これをあえて、科学的な作用を呼ぶ。それに比べて、例えば、木になってたリンゴが木から落ちたよ、みかんも梨も落ちるよということがあります。で、こういうのは、落ちたんじゃない万有引力に惹かれてき、たんだというので、ニュートンのこの万有引力が理解されております。同じような現象がこのミクロの世界についても当てはまりまして、微粒子、ここでは柔らかいナノ粒子というふうにしておりますが、この粒子がこの油滴、この表面に対して、ファンデルワールス引力という作用力によって、この固定することができます。で、大事なことは、この落ちたリンゴが勝手に空気に飛んでいかないということを我々体験的に知っております。それと同じように、この
浸水性の粒子は不可逆的に付着するということ、一つ。もう一点大事なのは、こういうその万有引力の原理というのは、地球上においても、お月様や火星のような他のところに行っても、この現象は考えることができる。それは、この油剤が、別の油剤においても、この現象が可能だという形で、非常に広範の刑について適用ができるということです。で、そのようなことで、炭素乳化に使える材料としましては、水にも油にも溶けないような量心配性物質が使われます。で、例えば、リンシスとかポリグリとか硬化シマシン、あるいは糖アルキリ誘導体のようなもの、あるいは多糖類で、糖、でんぷんとか寒天、セルロース、あるいは微生物由来の多糖類、このようなものが、粒子系が大体8ナノから400ナノにするよう、まあ、このぐらいの大きさで、にしてやりますと、炭素乳化の減少が起こるというのが、我々が提案している乳化法です。で、その乳化法の特徴を簡単に示しますと、例えば、このシリコンオイルのようなもの、ジメチルシリコンですが、ビスコシティが 1.75 ぐらいから始まりまして、ずっと1万ぐらい大きくなったもの、あるいはアミノ変性、カルボキシ変性、エポキシ変性のような、こういうケミカルモディファイしたようなものを1種類のナノ粒子でもって乳化させることができます。また同様の粒子によりまして、ハイドロカーボンとかパーフローカーボンのような一種の油についても乳化が可能だというのが、この炭素乳化法の特徴です。で、言ってみれば、油脂を問わずに乳化が可能だということです。で、ここには、シリコン型の海面活性剤の例が載せてあります。で、このようなことを背景にしまして、本日のこの高粘度油剤の乳化ということを、この特許6863584に従ってご説明申し上げます。で、高粘度油剤の乳化っていうことは OW 型を考えますが、室温で25度、だいたい3000ミリパスカルセック以上の油脂を扱います。そして、特許番号の0032項に示したように、例えばこのぐらい、こういう油脂をというのでいろいろありますが、ここにはそのほんの一部が出てきてありますが、このようなものを使います。で、問題は、それを乳化する部位においては、攪拌機によって洗断し、ある一定の微粒子化することが必要になります。で、そこで微粒子化するためには、いわゆるこの粒子を加熱し、そして加熱してやりますと、粘性率が低下してまいります。また同時に、海面のエネルギーも低下してきますから、そういう状態、あるいは溶融した状態にしておきます。一方では、あらかじめナノ粒子を作っておきまして、そのナノ粒子を加熱し、あるいは加温し、大体70度か80度ぐらいですが、加熱して、そこにこの溶融した油滴を低下してやる。で、攪拌してやりますと、酸素乳化現象によって、この乳化ができるということです。で、このこと自身は別に酸素乳化も、それから海面活性剤でも全く同じです。問題は今ここで示しましたところの、この作ったものを、これを室温に戻すという時の問題で発生してまいります。で、乳化したその一例を示しますと、ここでは分かりやすくヘキサデカンを例にとって説明いたします。海面活性剤や液体の方で乳化いたします。気溶性の海面活性剤、あるいは価値溶性の活性剤、あるいは溶性の活性剤でやりますと、今申し上げたように、非常にきれいに乳化できます。ところが、これを、室温に戻しますと、硬化する。硬化したものを温めると、ここに示したように、相分離が起こるという形で、海面活性剤で乳化する人は多く体験されて、このことはよくご理解できるかと思います。また、同様にしまして、シリコン型、シリカコロイドですね。これを、セチルトリメチルアンモニウムブロマイドで、カチオンでコーティングして、いわゆる、ピカリング法でもって乳化してやります。そうしますと、この示しましたように、室温では非常によく乳化できます。だけど、それをひとたび冷却してやりますと、そのまま冷却され、それを固まってしまいますので、温度を上げてやりますと、ここに示しましたように、相分離を起こす、ということになります。言ってみれば、この海面活性剤やピッカリング法の指標変数型のものは温度変化によって海面物性が変化することによってこのように相分離を起こしちゃうという形になります。これが問題なわけです。で、それに比べて酸素乳化法はナノ粒子の付着というのは内相因が固体と液体、ましてや液体から固体、固体から液体のようにこのように変わってもその質量が変わらなければ乳化条件は変わらないとこういうふうに考えることができます。
で、これに基づいて実際に行っていますと、今、基礎手段で行っていますと、有点が 18.2 ですが、濃度を変えていろいろ作りました。そして作った後、5度と30度。ヘキサデカンの融点は 18.2 度ですが、これをサイクリックに繰り返します。156回しても、このように安定な状態が得られました。で、このようにして、非常にこの酸素乳化は内装油の固液転移に対して、安定であるということが分かりましたので、早速、今ここに書かれましたように、ワセリン、結晶性パラフィン、カカオイスト、融点がこのようなもの。また、70度における、粘度はこのような値。で、ここに示しましたように、室温では、25度では、ワセリンも、また、結晶性パラフィンも、カカオ脂もこのような固体です。で、これを乳化してやります。そうしますと、今ここには、白色ワセリンのことについて示してありますが、酸素乳化法で作りますと、この組成分に対してみんな安定に作ることができます。同様に、海面活性剤でも、先ほど申し上げましたように、外見上は同じように乳化状態が得られます。問題はここです。この部分のところ、ここが問題になって全部凝集して塊状態になってしまいます。70度、あるいは80度で乳化します。それを室温に戻すとこういうことが起こるわけですね。で、それをわかりやすく、ビスコシティを測ってやりますと、赤丸で引いたのが、これが酸素乳化法です。で、白いスクエアで示したのが海面活性剤です。今、濃度組成、エマルシャンの油性の組成と、それからその分散液のビスコシティをプロットしてやりますと、このような差が出てまいります。で、特にこの 0.5 にやりますと、もうほとんど活性剤では流れなくなります。で、そのような状態を変えてみてみますと、この凝集状態がこのように塊の状態。で、酸素乳化では全く液体状態に変わらないという形になります。そしてまた粒子系も海面活性剤は急激に増加するという形が得られました。で、それを顕微鏡で見てみますと、このようになりまして、ワセリンですね、これ見てみますと、顕微鏡で見てみますと、中にしましまのようなものが出てまいりまして、部分的に固体の結晶系が出てくるようですので、それを変更で見てみますと、このようなきれいな変更で、しかも球形の状態で固体状態で乳化できるということでございます。で、ここで、コガセンベーションという現象が起こるわけですが、これをちょっと理解してみますと、これは、海面科学の分野において、1930年頃、クルイトとかですね、ディ・ジョングによってすでに言われているものです。で、一般的によく知られているのは、このパーリンによっているコガセルベーションというのを言われていますが、もともとはこういう現象です。で、そのために、作った時に、比重差によって、重力感を持って出てくること、これをコガセルベーションと呼びます。で、海面活性剤のクリーニングとは全く違います。で、それが誤解されると、このコアセルベーションということの意味がですね、混乱してまいります。で、コアセルベーションは起こりますが、振ってやればきれいにまた元へ戻ります。で、これは例えば牛乳を遠心分にかけたのと同じような現象ですね。次です。これは今度は、結晶性のパラフィンの系です。やはり同じように乳化させてやりますと、これで、顕微鏡で言いますと、驚いたことにですね、固体化してきますと、このような丸くない、角張った状態で分散状態が得られますし、変更顕微鏡で言いますと、明らかに変更面が出てまいる。海面活性剤では、このような系の乳化は全く作ることができませんが、酸素乳化であるがゆえに、このような内装油が固体になってても安定に分散状態が得られるということがわかります。それからこれはカカオ脂です。カカオ脂も同様です。これをやってみますと、顕微鏡下では、これなんとなく黒いあれになりますが、多成分ですから、変更面少しずれてまいりますが、綺麗な結晶面も見えませんけれども、多成分系のものでも安定に乳化ができるということがこれから分かったと思います。で、さらに、粘性の高い C10 油とか、あるいは、コールタールのようなものも酸素乳化によって乳化することができます。ただ、従来の方法との比較というのは、従来の方法では全く乳化ができませんので、ここで合わせ、見せる、ここでお見せすることができませんけれども、酸素乳化ではこのように乳化することができました。さて、次に今度は、特許番号6593943号について、固体微粒子の酸素分散ということについてお話し申し上げます。で我々が批判されている固体微粒子というのは、例えば金属であろうが、
抜きのものであろうが、いろいろございますが、例えば、このシリカで表面処理されたもの、浸水して処理されたものがあります。これを水に分散させますと、ここに示すように非常によく分散しますが、油には分散いたしません。異常さで進行しています。同じように疎水化したものが、これは、今度水には分散しないが、油には分散する。こういうふうなことがよく知られております。で、そこでその問題点は、分散灰によって表面処理の選定が必要になるということと、それからもう一つ大事なことは、半分散膜今しておりますので、そのために粒子が十分な分散性が得られないということが問題になります。で、そこで我々は、それをなんとか解決しようというので、酸素入荷の方法をこの固体微粒子の方にうまく表面をコーティングする方法ということを提案いたしました。酸素入荷法で使用される水にも油にも溶けない外栄や形成物質、これを用いて固体微粒子の表面に多重の分子層、マルチ外栄やの状態、ね、これをコーティングすることによって表面を解出し、水及び油にも分散ができるような、こういうような状態を作るというのが我々の発想法です。すなわち酸素入荷をここに適用した、こういうことです。で、その一つとしまして、その知識としては、こういうことが知られております。今、シリコンウェハーの511の単結晶面、これを今、X 線を取りますと、その2シーターに対して約95度のところに、この赤で示したのがそうですが、こういう特異的な吸収が見えてまいります。で、大事なことは、ここに今、モノレイヤーを修復したといたしますと、やはり同じようなところにピークが出てきて、モノレイヤーではこのピークを防ぐことができません。ところが、6層ですね。バイレイヤーで3層。で、6層を積み重ねてやりますと、このグリーンのピークで示しますように、そのピークが現れてこないということがわかりまして、基板の特異物性が制御できるということが、分かってまいりました。そこでこれを粒子に使ったわけです。そして有機溶媒を使いまして、その微粒子をこうやって、バイレイヤー物質を溶解させておいて、そこに今望む固体粒子を分散させ、十分に拡散させ、そして溶媒除去させて、このように固体粒子を得られます。そしてその時ですね、どのぐらいの物質量に相当するのかというのが、この時のところに示しておきましたけれども、今、MS という固体微粒子、これをコーティングしたいというときには、その微粒子の平均粒子径、それからその密度、それからこの被覆すべき物質の分子量、その比重等が分かりますと、今6層以上コーティングするのには、どれだけの NC という物質が必要になるということを、この特許に示しておきました。で、これに従ってやると、機械的に作ることができます。で、実際にやってみますと、今この図でお分かりのようにですね、層が形成されたことが分かります。で、このようにしてコーティングができますと、どんなことが起こるかということを今実験的にやり、その結果を示します。今、セリア、酸化セリアですね。これが批判されているもの、疎水性になっているものがあります。で、疎水性になっているものに対して、今、コーティング質を重要視で持って、いろいろ変えて、その表面をコーティングを変えたときに、水に対する分散性が、どのように変化するかということを調べていました。で、非常に少ないときには、当然疎水性ですから、まあ、分散いたしませんけれども、ある一定の量以上になりますと、ここに示しましたように、より分散性が上がってまいります。で、さらに多くしても、その状態は、さらに改善されるという格好で、きれいに疎水性物質でありながら、コーティングすることによって、浸水性の物性を表すということが分かりました。で、その時の物質量と、それから平均粒子径をプロットしてやりますと、少ない時には凝集が起こるために、これの大きな粒子径を示しますが、ある一定の値以上になりますと、その粒子径がほぼ一定になります。で、さらに、その時、粒子量を多くしてやってもですね、この、コーティング剤を多くしてやっても、その粒子径はほとんど一定だという特徴が出てまいりました。で、この次は、今度は、同じような成分ですけれども、この、未処理のもの、それからあらかじめ、シリカ処理して、浸水化処理したもの、それからステアリン酸処理をして、疎水化したもの、これを水に対する分散性の例が、この上に示してあります。で、ここにその時の粒子径がある。で、これをですね、さっきのようなコーティングをしてやります。
そうしますと、水に対する、処理してないものも水に対する分散比は改善されて、このようにきれいに分散することができますし、浸水化、処理したものも同様です。で、驚いたことに、このように疎水化して、水には全く溶けなかったようなものが、期待した通りに分散性が出てまいりました。で、ここに示しましたように、その時の粒子系はほぼ同じような値を示すことが分かりました。そしてですね、今度は、ここのところですね、水に分散性が向上した、このものを今度は、油ですね、硫黄パラフィンに分散させています。そうしますと、水への分散性が向上したのが、その状態のままでもって油への分散性もこれ見られるようによく改善できるということが分かりました。で、この理由はどうしてこんなことが起こるかというと、それはこの、ナノ粒子の固体表面の上に、まあ、バイレイヤー酸素でこのように粒子が最小限必要だので作っておく。そうしますと、この極性器部分に水が入り込んできて、水性に対して安定に分散することができ、また、疎水器部分のところに油が入ってきて、この油が安定化するという形で凝集できます。そして、さらに粒子間距離というのが一定の距離を保てるので、凝集が起こらないという形で、マルチレイヤーで被覆した固体粒子というのは、酸素分散の状態となって、水にも油にも分散が可能になるということが、我々は実験的に確かめることができました。で、他の例としまして、酸化塩の場合、排出する前のものが排出した後、分散性がご覧のように改善されています。今度、アルミニウムのステアリルで疎水化されたようなものですから、水に対しては全く分散性がないんですが、それをこのように水に対しての分散性、ジメチコについて、鉄についても同様の結果になり、いずれも処理してやりますと、期待した通りに水に対する分散性が向上するということが確認できました。で、このようにして得られた2つの方法、高粘度油剤と、それから微粒子油剤を、これを混合して一液化しようということが次の問題です。で、今、酸素乳化で作った油脂、それから酸素分散で作った固体微粒子、これを混合しようということです。で、それぞれ作れば、このようにして分散ができるだろうということ。あるいは、一種の油と一種の固体粒子が入れても、分散ができるだろう。で、願わくば、それが凝集をしないということでございます。で、実際にやってみました。で、これは先ほど示しましたワセリンの例ですが、ワセリンはこのようにきれいに乳化できます。今度は、微粒子の方としては、セリン、ね、これをこのように酸素分散させておきます。それを一液化して混合してやります。で、一液したのはこれです。これちょっと見にくいですけれども、これよく見ますと、後ろの方に黒い点が見えます。黒い縞模様のところが見えますが、それがエマルションの位置です。粒子が小さいので、ちょっとピントが量になっているために、ちょっと後ろのエマルションが見にくいですが、エマルションだけにピントを合わせますと、こうです。それを変更で見ますと、このようです。で、同時視野を、これを拡大しますと、このようになりまして、固体微粒子は非常によく分散しているということがお分かりかと思います。で、同じようなことが、今度はワセリンエマルションに対して、酸化鉄、これを同時に行いました。その結果、同様にしまして、これエマルションと、それから酸化鉄が分散しているケース。で、微粒子も、このように、きれいに分散という形になりました。で、このようにしまして、我々の作った方法、油剤と、それから微粒子が分散するケースというのは、産業界でいろんなところにこれ利用できるんじゃないかな、こう思っております。そして、特に我々が強調したいのは、海面活性剤を使用していませんので、そして乳化状態を作ったので、質だとか自然環境に調和型の乳化分散系だということが言えるかと思います。それから、今、ここでお話申し上げたときは、ここに書かれているようなところに、その例が出ております。それから、その他、我々がやりましたのは、過去2000年頃からやっておりますので、いろいろなことが実用化され、産業界の連携もいろいろ経験を持っております。で、さらに詳しくお問い合わせいただくようなことがございましたら、神奈川大学の研究支援部、産官学連携推進課に、このようにご連絡いただければ、これかと思います。長いこと、ご清聴ありがとうございました。以上でございます。